果、味方最新英語栄冠が続々収益する中、新たに6番艦のアガノが浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、このアガノ浸水で見えた、モガ、味方の凄さを詳しく見ていきますね。ほんと、このクラスで、7万馬力は、異常だよね。30ノットとの予測だが、もっと出るかもしれません。中国の055型とは、性能は別格かもしれません。中国には、建造できない技術を三菱は、持っていますからね。2022年12月21日、長崎県長崎市の三菱重工業者の中崎造船所において、昨年2021年6月に寄港されていた海上自衛隊向けのモガ味方護衛艦の6番艦が浸水を迎え、アガノと命名する式典が執り行われた。アガノの艦名は、福島から新潟にかけて流れる、日本海に注ぐ一級河川の阿賀野川に由来するもので、太平洋戦争時に阿賀野型2等巡洋艦のネームシップとなって以来、海上自衛隊では初の使用となった名称である。大日本帝国海軍時代の阿賀野は1942年に就役し、第3艦隊の中の第10戦隊の機関を務めたが、1944年2月に、トラック島の沖合で、アメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈され艦命を終えた悲劇の艦でもある。阿賀野型二等巡洋艦は、1番艦である阿賀野以下、2番艦、能代、3番艦、矢作、4番艦、佐川の4隻が、太平洋戦争中に建造されたが、最後の4番艦、佐川以外の3隻は、今のもが、味方護衛艦に艦名が継承された形となった。現在のもが味方護衛艦は、今回の6番艦のアガノ以降も、7番艦が今年2022年6月、8番艦が8月に寄港が行われており、おおむね1年に2隻ずつが寄港され、それらが順を追って収益していくサイクルを保っている。これまで、海上自衛隊においてもが味方護衛艦は、予算の確定から約2年を経て寄港、寄港から同じく約2年を経て収益を迎えるスケジューリングで数を増やしてきているが、現状では22隻が建造されることが見込まれている。もが味方護衛艦は、1番艦で、ネームシップのもが味が今年2022年4月、2番艦の熊野が同年3月と、も、神の機関部のトラブルにより収益順が入れ替わったが、海上自衛隊の水上戦闘艦としては最新の艦級である。使用上のもが味方護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の艦級の区分上では、フリゲート艦に分類される大きさだ。またもが、味方護衛艦は、機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた、コダグ方式を採用しており、燃費性能と高速性能の両立を図り、このサイズのフリゲート艦としても、強力な7万馬力を発生させることが可能である。この実現のために、イギリスのロールス・ロイス・ホールディング社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の12V28、33D、STC、ディーゼルエンジンを2機搭載しており、スクリューは2軸となっている。も、が、味方護衛艦は、こうした機関部の構成によって、最大30ノットとされ、高速の発揮を実現しているが、従来艦のように、機関部専用の操縦室は設けられておらず、その始動と停止は CIC、戦闘指揮所で行う形式である。さらに、
航行中の艦の速度の調節は艦橋から操作する方式であり、これら CIC 戦闘指揮所や艦橋に操艦要員を集中的に配置することで艦全体の運用に必要な人数の精進化を行っており、乗組員の定数はおよそ90名と少ない。前述したのが身型の CIC 戦闘指揮所には出入り口部分を除いて上下から見た場合にほぼ円形に14基ものコンソールと各種のモニター類が集中的に配置されており、ソーナーや機雷戦闘部門の機能も包括している。もが身型護衛艦は従来の艦艇と比してコンパクトなサイズの中に対艦、対空、対地、対専用の各種の兵装を搭載することに加え、これまではもっと小型の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘の能力も付与されていることが特徴である。対機雷戦闘用の装備としてもが身型護衛艦は専用の OQ-911 ソーナーシステム、機雷排除用水上無人機 USV 及び機雷捜索用水中無人機 UUV の2種類の無人機を運用する能力が与えられた稀有な水上戦闘艦となっている。もが身型護衛艦は機雷排除用水上無人機 USV に対しては電波を介した通信を行い、機雷排除用水上無人機 USV と機雷捜索用水中無人機 UUV との間では音波を用いた通信を行う形式で対機雷戦闘への対処を担う。ここでもが身型護衛艦が搭載している機雷排除用水上無人機USV に対しては、三菱重工業者が製造を実施している OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機であり、2013年から4年の歳月をかけて実用化されたものである。OZ-5 自立型水中高層式機雷探知機は、直径が 533mm、全長が 4.0m、重量 900kg、最大速力7ノット、4ノット巡航時で約9時間稼働。誘導は GPS 及び INS 方式で、リチウム二次電池を動力源としている。この OZ-5、自立型水中高層式機雷探知機の高周波合成開口ソーナーには、フランスの軍需企業大手のタレス社製のものが採用されており、自衛隊の装備品として、外国製といえば、そのほとんどがアメリカ製という中では珍しい組み合わせだろう。タレス社は、かつてはトムソン CFS という企業名であったが、2000年にイギリスの軍需企業を吸収、合併を行ったことを機に、現企業名に改めており、フランス政府自身が 26.4% の株式を保有する筆頭株主で国策会社と言ってよいだろう。さて、ここまで、ハモが、身型護衛艦の概要や特徴について述べてきたが、現在の日本が仮想敵国としている中国、そして、ロシアで、同様の位置づけとみなせるフリゲート艦について、その簡単な比較を行ってみたい。まず、中国では、このクラスでの艦艇は、054型、航海型フリゲートが挙げられ、同艦は、細かくは試験艦である054型航海愛型とその改良版で、かつ量産型である054A型、海愛愛型の2種類に大別することができる艦艇である。量産型である054A型、海愛愛型フリゲートは基準排水量が3450トン、満載排水量が4050トン、全長が 134.0m、全幅が 15.0m、機関部は複数のディーゼルエンジンを組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で 27,200 馬力、27ノットを発揮するとされる。054A型、エカイアイアイ型フリゲートハモが、身型護衛艦が VLS 垂直発射艦を16セル搭載予定であることに比して、倍の32セルを搭載しており、
主兵装という点では強力であり、すでに31隻が収益、9隻が建造中と伝えられている。今年2022年12月に、日本が安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念していることを盛り込んだことに反応し、遼寧らの6隻の艦隊が東シナ海に進出したが、これに 054A 型エカイアヤエ型フリゲートも含まれていた。続いて、ロシアだがも、ガミ型護衛艦に相当するのは、アドミラルゴルシコフ級フリゲートと召され、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル、全幅が 16.0 メートルの艦隊を持っている。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは、2018年7月に1番艦が就役し、2022年12月時点までに2番艦までが就役済み、6隻が建造中と召されており、最終的には15隻が建造される可能性があると考えられている。1991年に旧ソ連邦は自然崩壊を迎えたが、その後継国家となったロシアでも財政難が続き、1990年代には海軍において大型の水上戦闘艦を建造する余力を完全になくしていたが、2000年以降の原油価格の高騰が、その状況を変えた。世界的な原油価格の高騰は、資源大国であるロシアに、経済的な余裕を与える方向に作用し、そうした政治、経済の流れの中で、半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画されたのが、アドミラルゴルシコフ級フリゲートだと言えるだろう。アドミラルゴルシコフ級フリゲートハモが、ミ型護衛艦と同様に、機関部にはコダグ方式を採用、最大で5万5000馬力と30ノットを発揮し、主兵装には、054A 型エカイアヤエ型フリゲートと同じく、32セルの VLS、垂直発射艦を装備している。ウクライナで沈没した、アドミラルもそれほどではなかったのか。ミ型の凄さが、これで理解できましたね。しかも、乗務員の数が、桁違いに少なく運用できるのも、現代の技術ですね。ハイテクとの組み合わせって、ここまでの高性能な護衛艦ができるんですね。一本、やばい。台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画、1番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が、謎のまま進んでいますが、日本も、何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアが、もたもたしている間に、台湾は、1番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも、双竜型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は、2020年11月に、国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に、高雄で、1番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、
オランダのズバールトフィス級潜水艦を土台として作られた海竜級潜水艦2300トンが2隻。第二次世界大戦中にアメリカで建造された電池級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も、後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横槍によってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも 1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は、中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年収益予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで、9月28日に高雄の小港区で進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の大芸型潜水艦と同じディーゼル多スリチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は、潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ台湾支援を躊躇したとロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者はロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とは、ビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら、中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが断られてしまった。なので自主開発せざるをなかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると別問題なのでしょう。歴史的なねじれた深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は
他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当ならすぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府がそんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があればむしろ嬉しいんですけど、台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってならかなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると MTU が陰で手を引いていたのか、過去に潜水艦の実績がある MAN、 ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にもそれなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS 湯浅のバッテリーより商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについてはまだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。一番艦の建造については広報の確認や行員の育成などもあるので、どんな国でも1年ぐらい長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらず、この短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか、建造に関する労役投入のノウハウを支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと、建造スタートから進水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして、実質5年で戦力化というスピード調達をしているので、ここら当たりを意識したと考えれば、台湾のこのスピードは納得できます。実は、日本の場合、毎年、必ず、1隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や、韓国顧問団の費用請求問題、
台湾側メーカー担当者の逮捕などいろいろありました。逆に言えば、それだけ韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように潜水関連位置関建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機を運用するために必要な一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表した。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験を詳しく見ていきます。加賀の魔改造完成後、初の長期航海、そのまま F-35B を加図機艦載しての寄港なんてことはないですよね。甲板上に3機ほど乗せていたら、中国への抑止効果にもなるのにな。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中である。すでに、海上自衛官と航空自衛官から構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだ。USNI では、プリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても、F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしている。日本政府並びに、防衛省は、2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について、空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していた。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にある新田原基地に配置することも公表している。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているのでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら、同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もある。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母である。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造される。最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われた。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうために、イギリスのポーツマスを出港したが、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかった。
この事故によって演習公開は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出航した。そしてウエストラント22で予定されたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまった。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカへ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えない。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となった。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出溝し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していた。7月31日には映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールした。このように、プリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもある。一方で、軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦、加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還した。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも、運命的なものを感じる。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されている。これは、米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的なのでしょう。出雲級の空母化は、発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして、課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないのだ。日本への F-35B の配備も来年度以降であるが、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだ。基本的に、艦艇排水量のうち、満載排水量は、船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれている。上陸作戦要員がいる分だけ、空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両庫等のスペースも確保しなければならない。もちろん、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは、重々に承知しておく必要がある。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である、F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートすると言っても過言ではない。それらの過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較になりません。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように、米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと示唆する。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース川に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いた。帰路の途中で、7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたというヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていた。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。
シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていました。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は、台湾有事が起きた際には大活躍するでしょうね。